こんにちは、ガミくんです。今回はランク500に超えたんで、この星6限定確定ガチャを引いてみようと思います。で、これもらえるのが確かランク500超えた時と1000超えた時と、1500になった時なので、3回しか引けないんですよね。結構貴重で、今回これ引こうと思います。で、ラインナップがこんな感じ。貴族生の限定少な、8体しかいないんだ。水11体のように、もしかしたら年始の新限定は貴族生かもね。五右衛門以降何も来てないし。で、欲しいのがこのトゥーホール。やっぱり蓬莱適正なんですけど、このこっちが。2体だったか1体しか持ってないんですよ。なので、これちょっと増やしたいって感じ。まあ、でもそれ以外のガチャ出ても限定だったらなんとなく許せる気あるよね。大体何出ても結構いい気がする。で、この動画撮ってるのが、10月31日の木曜日なんですけど、今日何あげようかすらまだ決まってないです。もしかしたらこれが上がってるかもしれないし。じゃあ引きます。はい。で、サブ機も一緒に引きます。でもこれって確定演出出るのかな？絶対限定だから出ないのかな？ああ、出ないね。何出る？トゥーホール欲しいな。お、うわ、めっちゃトロン！お前誰でも出たじゃん、爆絶感謝ガチャでも。なんでまた来んの？しかもどっちも闇だし、トゥーホールくれよ。うわ、いらっ。